悪そうですね。厳しそうだね。確かにドラ受けはあります。ドラドラチャンス、はっきりチャンス、あ、はっきりチャンス。井上宮内がいい。前田は一メンツあるが、まあ前田はこの焦らず慌てずがね、うん、持ち味ですからね。まあ、何気に前田さんまだ2着ですからね。はい、もう猫背先輩はいいと。そうですね。もう今回負けましたと、はいはい、譲りますと称号は。ただきっちりファイナルのセカンドステージ決勝戦で会いましょうという戦い方をしてくるでしょう。ゴロチ、馬場さん、新津さんっていつもこれぐらいの低空飛行ですか？角度は。そうですね、相当ですよね。もっと低い時ありますよ。もっと低い時ある。ベテラン同士の対局で、はい、ベテラン同士の対局ってその若い時からの付き合いがあっていろいろなあるじゃないですか、思いとか、はい、それがぶつかった時は、はい、相当曲がりますね。相当曲がりますか。マージャンというなんかこうなんだろうね、その執念みたいなのが出てて、はい、なるほど。じゃあこれはセカンドステージあるいは決勝ってなってくるともっと入り込んでくるかもしれない、ただね、やっぱり今回のファイナルではダントツで上、兄さんがね。そうです ね、はい、だからやっぱ若い人と打つのは、うん、もちろん戦いですから、ね、ガチですが、温かい感じあるかもしれません ね、 あ、なるほどね。本当にね、この世代、兄さんの世代、具体名は避けますが、はい、なんだかもういい年してるのになんか子供の喧嘩みたいになってますから ね、 ね、具体名は避けましょうか。はい、避けましょう。あ、前田さんが伸びてきましたね。伸びてきましたね、いいシャンテンですよ。だけど、あれじゃない、宮内さんも差し子のいいシャンテンじゃない。そうです。そして井上もね、うん、単品ドラドラぐらいになりそうですから、今回はちょっとニーズの出番はないかもしれない。そうですね、お休みですね。ただね、手がぶつかってくればね、横移動で終わってくれればニーズとしてはなおまたよしと、うん、これはつもぎりですか。目いっぱい、目いっぱい、 広げてる、うん、想像の形もちょっと嫌ですけどね、うん、とはいえどこを嫌えばいいかってまだ明確にないですよね、うん、ちょっと選択しづらかった。宮内差し子のいいシャンテン、前田がこちらカンチャンカンチャン役なしいいシャンテン、まあ実質両シャンテンという感じじゃないですか、前田さんは、ね、そうですね。井上早く想像決めたい、うん、決めたい。決まってない、決まってない。でも上に上げていくか、うん、そうですね、これならドラの出にも対応できるし、はい、はい、この形で目いっぱい広げるのも恐怖はあるが、ドラがリアンピンでの、はい、方にしたいですよね、うん、前田さんは。また自敗を3種類抱えています。ここで1枚リリース、またギリギリの上がりを探っていく。嘘か、来た、パーソーパーソーですね。これはチャンス、チーピン3切れ。でもシグロだったらね、狙いが数ピンですからね。確かに。あ、これドラだ。ドラチーマン切ります。うん、うん、チーマン切って、あ、いったか、ポンポンするのありますよ。しない、しないか。ポン点取れるならポンですけど、すでに単品3色のイーシャン点ですからね。倍満までありますよ、井上さんは、はい、確かに。ポンすると受けは広くなりますけど、相手からの警戒度とかも上がるし、上がりやすさが上がってるかはちょっと難しいところですね。なるほど、この手は上がりたい手ですもんね。うん、もう数ピンとかはチーあります、ローマンとか、ね、3色チーピンがちょっと3切れなんで、はい、数ピンチーしたいですけどね。うん、前田はトーン重ねた、はい、チーピンもチーしたいですね。もうなんなら3900でもいいと。4枚目ですもんね。今度はポンテンかかる形、うん、宮内絶妙のタイミングのドラ切りと言える。まあ確かに絶妙ですよ、これは。これちょっと引っ張ってね、はい、でもチーワンとか切ってるとリアンピン出る可能性ありました、ね、ありますよね。さあ、ただまだ井上のチャンスは続いている、井上のチャンスは続いている。あれ、でもなんとなくまた整ってきてるね、じわりじわりと攻めてきた。
いやこれそっか、スチーピン薄いのか。スチもチーピンが3枚出てますね。スーピンも手の内で3枚使われてる。きた、差し子リーチですね。これすごい、リピン切りすごい。ナイスタイミング、ナイスタイミング。メンピン3色、いやこれ井上止まりませんよ、勝負ですよ。あ、スーソーが1枚だけど、チーソーが、はい、3枚、お、4枚、この順目で4枚大きいですよね。大きい。井上さんも戦いたいね。そうです、3枚です。いや3枚でも多いです、大丈夫です、いいんです、いいんです、僕の仕事でしたからほら。来た来た、現物待ち、現物待ち、あ、現物待ちか。でもイースピンは取ってないからリーチかな。闇どっち、スーピンは、スーピンがね1枚残りね。これチーピン、チーピンも1枚、チーピン止まんないですよ他の人。2対3で、しかもチーピンは出る、出る3、うん、出る2だ、出る2。でもリャンマンは強い牌ですけどね、強い、はい、でもローピンもね2枚見えてて、ローピン早いんで、うんうん、いや井上来てるかなと思ってもチーピン止めれないかも。あ、これどうする、あ、闇、いいスーピン中筋になった、スーピンが中筋になった。いやこれスーピンも出るかもしれませんよ、高め、はい、高めるとハネマンだね。単品3色ドラドラ、ニーツはまだ、スーピン出た出た出た、井上の闇点、すげえ、3200、単品3色ドラドラ12000、この角度、角度覗いている、ほんとに12000かと、動かない、止まった、ニーツが止まった、ほんとに止まってる、動いた動いた、やっと動いた。あー、でも冷静な闇点、とんでもない、お見事。あんたどこの姉ちゃんだと、どこの団体だと。姉ちゃんは怖かったね今ね。あのでもね、いいピン取ったことによって23出たからね、数ピンね。